どうもすすみまませんフェブラリーステイクステクの予想になりますゴールドアリュールが死んだということでちょっと死んだっていう言葉は響きが悪いんですけれども死亡っていう言葉は人間に使う言葉らしいので動物は死んだっていう表現になるんですがゴールドアリュール3区のコパノリッキーゴールドドリームが今回どうかっていうところそこに注目が集まりますね。で ゴールド・アリュールっていう馬についてなんですがちょっと余談になるんですがあの馬は芝でも結構走る馬でしてまあ芝をずっと使っても重賞は勝てたと思いますし実際に産区の中でフーラブライドとかは結構芝で走りましたね。フーラブライドはちょっと安城と手が合わなくて追わせる馬だったんで追える騎手が乗ったらもっと大成してたんですけれどもまあそんな感じでゴールド・アリュールは。 ダートだけじゃなく芝でもいい参考を出してた可能性があったそういったような良い種馬でもありましたね、まあ、その配合が基本ダート向きっていう形で配合してたことが多かったと思うんでそれでなかなか芝で耐性した馬は多くはなかったんですけれどもっていうところですねそれでフェブラリーステークスに戻るんですけれども あのー、競馬の専門家の人たちですねトラックマンとかその辺の人たちの話を聞いてるとなんか馬はずっと変わらないみたいなそういったような感覚で捉えてるのかなっていうような人が多くて馬はやっぱり1年2年経つと変わっていくもんなんですよね。まあ、変わらないい馬ももるんですけれども で今回ベストウォーリアを僕は本命にするんですがこのベストウォーリアっていう馬は去年と今年とじゃあ別馬みたいになってるところがありますんでどちらかというと3歳児ユニコーンステークスとかあの辺走ってた時期と近いようなそういったような客室になってきてますんでその瞬発力をある程度使える軽い感じの走りになってきたということですね。 それが今のベストウォーリアーなんで、あとはノンコの夢ですね。ノンコの夢は虚勢をしまして虚勢する前のノンコの夢っていうのはなんだかんだ言って最後来るっていうようなそういったようなところがあって、まあ、強いんだろうなっていう感じがあったんですが虚勢した後のノンコの夢は逆になんだかんだ言って来ないっていうようなレースがほとんどなんですよね。 でやっぱり虚勢をしてのんこの夢に関してはマイナスに働いたんじゃないかなっていうところがあって調教なんか見ててもそんなに大きな変化は感じないんですけれどもまあ確かによく見たら体の柔らかさだとかそういったところなんかは以前と比べるとっていうところがありますしまあそれ以上にメンタル面がちょっと切れやすくなったのかなっていう感じがあって。 ノンコの夢に関しては男のままの方が良かったんじゃないかなっていうふうに僕は思いますねそしたら種馬としても行けてたかもしれなかったですし、まあ、その虚勢した理由っていうのは牝馬を見るとうまくを出しちゃうっていうのが一番の理由だったみたいなんですけれどもまあそうですね虚勢っていうのはそういったところを強制するということあとは虚勢すると 馬は丈夫になるとかそういったことも言われますんで、なのでいいこともあるんでしょうが、ノンコの夢に関してはどうだったのかなっていう感じがありますね。そのノンコの夢やベストウォーリアンに限らず馬っていうのは変わることが多いですし、あとはそうですね、乗る機種だとか、あとは条件だとか、そういったことなんかも変わってきたりとかして、 まなので僕はあんまりデータっていうものは信じすぎない方がいいよっていうふうによく言うんですけれどもまそうですねデータに全てが現れるわけではないということですねそれではうちの方から一頭ずついきますサウンドトゥルーサウンドトゥルーは意外と人気してないですね大野騎手から柴田義臣騎手に乗り換わったんですけれども まあ柴田義時騎手は年齢的に確かに衰えはあるんですけれどもまだそんな王の騎手と差があるかというとそうは思えないですねまあ,あの時期によってどっちが上っていうようなそういったような感じなんじゃないですかね柴田義時騎手が一番良かった時っていうのはリーディングを取ってた年ですねあの時の柴田義時騎手は本当すごかったですね、まあ、武豊騎手に近いぐらいのそのコンタクトのうまさ 当たりの柔らかさそういったようなところがあったりなんかして、まあ、強気に動く,動くべき時には強気に動いたりだとか本当に自在性もあってもう本当にリーディングの時の柴田義時棋士はすごかったんですが落馬をしまして落,落馬だったかなんかしてそれで大怪我をしてそれで体の方がおかしくなったりだとかあとは年齢的なことも考えて。 起乗回数を減らしたりだとかそういう風な感じになっていってまあ、だんだんと衰えていったっていうところがありますねやっぱり落馬をすると怪我によっては体の使い方とか筋肉のバランスだとか関節だとかそういったところですねいろいろと崩れる機種も結構いますんでそれで柴田義智騎氏なんかは落馬で結構そういう感じになっちゃったっていうところがありますねまあでも まだその当たりの柔らかさだとかちょっと腕プしに関しては衰えたかなっていうところはあるんですがまあ当たり柔らかいですしサウンドトゥルー自体結構自分からしっかりと走ってくれるところもありますしまあこの乗り換わりが大きなマイナスになるかというとそうは思えないですね。それでサウンドトゥルー馬についてに戻るんですけれども このサウンドトゥルーはですね、条件戦の時から後方一機っていうようなすごい足を使うようなところがあったんですが、まだんだんと地方交流重賞とか使うようになってきて、小回りとかに対応できなきゃいけないということで、パワーをつけてきたんですよね。まあ、これはしょうがないところがあって、切れ味を重点に置くか、それともパワーを重点に置くかっていうところで、サウンドトゥルーは、 パワーがだんだんだだとついてきた感じで、まあ、だからこそチャンピオンズカップの時にある程度強引な進路取りが取れたというかああいった進路取りに対応できたっていうところがあったのはパワーがついたからなんですけれどもまあそうですね今回に関しては東京のマイルということを考えるともうちょっと切れ味タイプに偏ってた方が 乗りやすいかなっていうところはあります。なので、今回はその？本命打つまではいかなかったっていうところがあるんですよね。まあ、ちょっと。スケールが小さくなったところがありますので、やっぱり切れ味があった時の方がスケールの大きな走りをしてましたし。しまあ、ちょっとそのまとまったかなっていうまとまっちゃったかなっていうところはあるんですが。 までも、これぐらいのメンバーが揃うとなると、ある程度はタフな展開になると思いますし、今ぐらいの瞬発力でも届く可能性はあるかなっていうふうに思いますね。ギリギリのところで、の他の馬たちが止まってくれないとっていう感じがあって、チャンピオンズカップの時も他の馬たちが止まってくれたんで、届いたようなところもあったんですよね。それで距離についてなんですが、距離が短いんじゃないかっていうふうに言ってる人、結構いますね。 ですけれどもともと 1,400m1,600m を使ってたような馬ですし確かに年齢的にズブさは出てきてるんでしょうがこなせる範疇なんじゃないかなっていうふうに思いますね続いてはホワイトフーガホワイトフーガはですねちょっとだんだんと無駄肉がついてきたというかドタドタとした走り方になってきてるなっていうところがありますねもともとはもっともっとシュッとしてて シュッとしてた時は右回りでいい切れ味を発揮してたんですがまあなんかドタドタした走りになったからか海老名騎手なんかも左回りの方がいいっていうふうに言ってるみたいですね、まあ、ちょっとその追い切りの動きなんか見てもそうなんですけれどもなんか友が流れるような走りになっちゃったというかメリハリの効いた。 動ききができなくななってきてきるんでなので東京のマイル戦となるとある程度は瞬発力が必要となってきますしまあ相当他の馬たちが止まってくれるような展開じゃないとっていうようなあとは早めに抜け出すすすよようううなななししぶととさを生かすような競馬をかいいっていう感じですねちょっと今回はあんまりいいイメージが湧かないですし海老名騎手もちょっと年齢的に平場なんか見ててもいいところがあんまり見られないので。 もともと OL タイプの機種でもないですしあんまりいいイメージが湧かない感じですね。ゴールドドリーム。ゴールドドリームはですね、このまは本当今回は難しいですね。今までチャンピオンズカップの時とかあの辺に関してはゴールドドリームは過大評価、人気すぎですよっていうふうに言ってたんですが今回に関しては微妙なタイミングなんですよね。まあ、ちょっとずつ、 成長してきてきだんだんと開ざ材量は出てきてるんですよね。で東京のマイルということでこのコーナー2つのコースでコーナーからあまりにも厳しくならないコースではあるんですよね。なのである程度ごまかしごまかし回ってこれた場合で。 一瞬の足を生かすような競馬ができた場合、そういった場合っていうのはこのゴールドドリームは構想できる可能性はあるんですよねただまだちょっと力強さに欠けるかなっていうところがあってまだ力がつき切ってないかなっていうところがありますんでそこが微妙なんですよね今回が買いなのかそれともあと 半年前後半年1年待ってからが買いなのかすごい微妙なタイミングに入ってきたのがゴールドドリームですねもともと素質はあった馬なんでなのでいつかは良くなるだろうなっていうところはあったんですが、まあ、ミルコ・デ・ムーロ騎手じゃなければ今回は消せたんですけれどもミルコ・デ・ムーロ騎手が乗って東京のマイルそれでゴールドドリームも良くなりつつあるっていうことになると。 無印にはでできないないいっていう感じですねただ、人気すぎは人気すぎなんで、まあ、5番人気とかその辺ぐらいでいいんじゃないかなっていうところはあるんですが、まあ、注目は必要かなっていうところですね。で、どちらかというと足抜きのいい馬場の方がごまかしやすかったんで、両馬場っていうのはマイナス材料かなっていうところがありますね。コパノリッキー。コパノリッキーはちょっと枠順がですね、 微妙なんですよね。というのは行くかもしれない馬っていうのはアスカのロマンケイティ・ブレイブこの辺だと思うんですよね。であんまり最初から控えるっていうような乗り方をしちゃうとうちの方で包まれて、まあ、去年のように良くない形で競馬が終わっちゃう可能性があって基本武豊騎手は2番手か3番手の外で。 スムーズにマイペースで加速できるような競馬したいと思うんですが、まあ、この枠がちょっと難しいところがありません、ね。アスカのロマンが逃げちゃった場合っていうのは、なんかそこまでハイペースにならないイメージがあるんですよね。ちょっと溜めようとする気がしてて、となると3番手のうちとかになると、コパノ・リッキーは厳しい展開になる可能性がありますし、ケイティ・ブレイブが逃げた場合っていうのはある程度、 早めのペースで逃げる可能性があるんですけれども、そうなってくるとばらけてくれたりだとか、縦長になったりだとかしてくれる可能性がありますし、そうなるとコパのリッキーだけ言うとか、機種は乗りやすいんじゃないかなっていうふうに思います。まあでもスタート直後に、やっぱり行く気を見せなきゃいけないと思うんで、もしかしたら結果的に逃げちゃう可能性はあるかなっていうふうに思いますね。ちょっと逃げる形だと、 あんまりためが利かないところがあるんでこのコパノリッキーというまま2番手3番手に控えてそれで徐々にっていうそういったような目標が前にいながらの競馬がベストなタイプなんでちょっとこのコパノリッキーはどちらかというと地方のコースの方が乗りやすい感じがあってというのは地方の競馬場だとある程度ペースメイクで強気の競馬をして押し切るっていうことをやりやすいんですが。 中央のダートはですね切れ味のある馬が構想しやすかったりだとかあとは仕掛けどころ一つで足が上がっちゃったりだとかしますんで、まあ、仕掛けのタイミング待つタイミングいろいろと難しいところがあるんですよね。なのでまあダートが軽いっていうところもあるんですけれどもコパのリッキーとしてはマイペースで完璧な競馬をできないと。 粘り切るのは簡単ではないかなっていうふうに思いますんで、まあ、この枠を引いた中でうまく武豊騎手がどれだけカバーしてくれるかっていう感じですね、まあ、一番最初武豊騎手が乗ってフェブラリーステークス買った時あの時なんかは内枠をうまく克服したというか武豊騎手はすごいうまく乗ったんですけれども上機上って言ってもいいような。 すごくうまい乗り方をしたんですけれども、まあ、それぐらいうまく乗らないと今回はなかなか簡単には能力を出し切れないかなっていう、そういったような枠順ですね。まあ、でも、武豊騎手はですね、ハイペースだろうがスローペースだろうが、動ける位置ですね、2番手、3番手の外の位置ですね、その辺につけられた場合っていうのは、ペース関係なくある程度はうまく乗れる機種ですので、なので、そういった意味でも、 要注意の馬ではあるかなっていう感じですね。アスカノロマン、アスカノロマンについてはずっと G1 を勝たせてあげなきゃいけないレベルの素質馬っていう風に言ってるんですが、まあ、G1 でうまく乗れないっていうことが続いてますね。あのマイペースで競馬できた場合っていうのは馬は能力を出し切りやすいところはあるんですけれども、他の馬たちの ペースメイクや競馬ですね。そういったものに飲まれた場合、そういった場合っていうのは機種の手の合,う合わないっていうのが響きやすいんですよね。なので、まあ今回はなるべくその他の馬たち。の競馬に飲まれないような、ちょっと強気な感じでもいいんで、マイペースで競馬ができるかっていうところですね。まあ、でもその g1 で。しかも東京のマイルっていうことになると。 ギギリギリの部分でで簡単ではないところがありますんでなので相当ハマらなければ僕は難しいかなっていうふうに思ってますね。能力的には一回対抗っていう印をつけてるように能力を出し切れれば勝ち負けできる馬だとは思うんですけれども僕は今回は能力を出し切れない可能性の方が高いと見ていてそれで消す。 け削るんででああったらとということでペケしてあります、ねまあ大ギャンブルっていうことになるんですけども、まあ、普通に勝たれてもおかしくない馬なんでっていうところですね。で両馬場の方がどちらかというといいので今回両馬場というふうに条件も揃ってますんで、まあ、今回は出来の方も前走よりも良さそうですしまあもう一つ足らないのはその一番いい時のような。 勝ち気な表情ですね。そういったような表情がアスカノロマンに見られなくなっているのは負け癖がついているからだと思いますしその辺なんかも陣営や乗ってる騎士なんかは私は責任を感じてアスカノロマンのために頑張ろうっていう風になってほしいなっていうところはありますね。モーニンモーニングはですね足抜きのいい馬場だったら本命にしてた可能性はあるんですけれどもこの馬は 去年フェブラリーステークス使う前ですねその時っていうのはもしかしたらマイルはギリギリかなっていう感じで使ってた馬なんですよねもともとは14 0までがいいかなっていう感じの馬でまあそういった中で距離が伸びれば伸びるほど緩急のある競馬ですね勝負どころから競馬が動いたりあとは瞬発力が必要だったりそういったような競馬になってくると 多少マイナス面が生じるタイプの馬で、まあ、フットワークなんかもどちらかというとワンペース気味ハイペース気味の方がベターなそういったような馬です。でそうですねまあ追い切りなんか見てても去年と比べると多少ワンペース気味の走りに偏ったかなっていうところがあって。 まあ今はどちらかというと 1400m ぐらいの方が中央では走りやすいかなっていうそういったようなイメージの走りしてますね。まあその極端な競馬ですね逃げたりだとかあとは勝負どころから早めに動くような強気の競馬をするようなそういったような競馬だとある程度は 1600m1800m でも問題ないかなっていうところはあるんですが。 まあ今回東京コースということでそこまで考えて細かく考えてこのモーニンとしての能力の出し切り方そうですね強気のワンペース気味な乗り方ですねそういったような乗り方がやっていけるかっていうことなんですよねまあそうなるとちょっと不安定が出てきて本命まで打てなかったかなっていう感じですただムーア機種が乗りますんで ムーア機種っていうのは、まあ、ちょっとギリギリのところでの勝負強さというかものすごい OL 機種なんでまあいろんなマイナス面を考えてもこれを克服できる可能性があるんですよね、まあ、波の機種が乗ってたらモーニング今回は無印にしてた可能性はあるんですけれどもムーア機種が乗るということを考えるとやっぱり重い印を打たなきゃいけないなっていうところがあって。 まあ、モーニングを本命にする人がいても全然僕はおかしくないかなっていうようなそういったような評価ですブライトラインブライトラインはですね悪くない馬なんですけれどもちょっと気象的に難しいところがあって本気で走らない感じなんですよねただ前走は比較的しっかりと走ってましたし、まあ、この馬なりに走った場合他の馬たちが止まってくれた場合っていうのは構想してもおかしくないかなっていう感じがありますね ただそんなに瞬発力があるタイプでもないんでなかなか馬券圏内に来るイメージはわかないですね。デニムルビー。デニムルビーはですねどちらかというとやっぱり芝の方が信頼は置けますよね。ダートっていうのはですね走ってみないとわかんないんですよね。というのは地方競馬なんか見てても地方で走ってる馬たちっていうのはダート馬たちばっかりかというと 芝の方がいい馬だってダートで走ってるんでですよねで中央の芝馬たちもダート走ってみたら走るっていう馬は結構いると思います。でデ,ジムデニム・アンドルビーも走ってみないとわからないっていうところがあってただディープインパクトはですね基本的にはダートのいい馬っていうのはすごい少ないんですよね。芝向きの馬が多いといととうことで まあこの馬に関しても相当驚くような走りをしなければっていう感じがありますね。あともともとダッシュがそんなに速いタイプでもないですし、まあ、スタートが縛っていうのはいいんでしょうけれども、まあ、そうですねイメージとしてはなかなか良いイメージが湧かないんで今回はっていう感じですね。ベストウォーリアー ベストウォーリアとカフジテイクはセットで話していきますね。というのはこの2頭を見極めるためには前奏のネギシステークスがどういう質のレースだったかっていうことを見極めなきゃならないんでま,まずはネギシステークスがどういうレースだったかっていうことですねあの。ある程度ペースが流れて高度計のレースにはなったんですけれども逃げてたモンドクラッセ丸山紀州がですね まあ普通に考えて普通のレースとしてはうまく乗ったんですけれどもラスト4波論のところですねラスト4波論からギアを上げて後続に足を使わすようなそういったような逃げをしてたかというとそうではなくて結構きれいに乗ってラスト3波論での瞬発力勝負みたいな競馬になったんですよね。それれで、ある程度ペースが流れてたのにに、も関わらずに 直線勝勝負負の瞬発力勝負になっっちゃったところがありますなのでまあよく言えばカフジテイクやベストウォーリアーはその瞬発力勝負に対応できたっていうことは良かったんですけれども、まあ、その2限はモンドクラッセに無駄足を使わされたようなレースだったかというとそうではなかったっていうことですね。結構きれいに回っててくることができて 姉妹勝負に徹することができたなのであの競馬ってペースが厳しくなければスローだったりだとかスロー寄りのペースであれば追い込み馬は不利かというとそうではなくて必ずしもそうではなくて、まあ、前走のネギシステックスっていうのは基本的にはスロー寄りの平均ペースだったと思うんですけれどもそれでも瞬発力さえあれば 追い込みやすいそういったようなレースの質ではあったんですよね実際に前目の方にいた馬た達というのはそんなにいい足を使えてなかったんでなのでカフジテイクやベストウォーリアーの末脚が目立ったということですねあのメンバーの中では瞬発力がこの2頭は抜けてた部分があったっていうことですそれで今回はヒトハロン伸びて1 6 0 0メートルになるってだけじゃなくてメンバーが揃って G1 レースということある程度は重厚さ タフさが出てくると思うんですよねでカフジテイクはですねもともとは 1400m ぐらいがベストかなっていうまでしてまあ確かにカフジテイクはすごく強くなってびっくりするぐらいに強くなってるんですけれどもそれでもパドックで馬体なんか見てたらベストは 1400m かなっていう感じはまだあるんですよね 1600m はこなすんですけれどもただ 紙一重のところでどうかっていうことになるとカフチテイクはある程度展開が向かないと 1600m でマックスのパワーを出せない可能性があるんですよね。なので、まあ、そういった意味でも本命は打てずに連したっていう評価になったところがあります。まあ、それぐらいその前走の根岸ステークスはですね姉妹勝負をしやすい。 瞬発力勝負になってたたところがありましたんでなので今回はコーナーからある程度厳しくなったりだとかまあ先行馬たちがある程度アドバンテージを取るようなレース展開になった時に前走ほどの足を使えるかどうかは半信半信疑ということですねもちろんカフジテイクは強くなってますし 1600m も問題ないっちゃ問題ないんで勝ち切ってもおかしくはないんですけれども今回これだけ人気して。 飛びついいいててて信頼して本命にすするようううな馬かというと、っていうとっころです、ね、で、ね。ベストウォーリアーはですね小回りの地方の競馬場だとかコーナーから厳しい競馬ですねそういったような競馬にずっと対応してきた馬ですしそういった中で前走のように瞬発力勝負にも対応できたということ。 これはですね、やっぱり馬体面も変わってきて素軽くなってますしまあ本当に小判になってから最高の状態なんじゃないかなっていうそういったようなベストウォーリアーなんですよね。なのである程度スローになっても対応できますしコーナーから厳しい展開になってもある程度対応できますしまあパワーもあるんでパ,パワーもタフさもあるんで。 先方にも戸崎騎手は OL る騎手でもありますんでなのでこういった g 1レースにおいて比較的乗りやすすい馬だと思うんですよね本当にこのベストウォーリアっていう馬は数々の地方交流住所 g 1を使ってきていぶし銀っていう感じの馬になってきたんで、まあ、そろそろ g 1勝たせてあげたいなっていう気持ちもありますね。 ちょっとゴール前での一漢歩での勝負強さみたいなところはあんまり感じないんでちょっと展開が向いてくれないとっていうところはあるんですが頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。のんこの夢。のんこの夢については最初に言ったように虚勢した後の内容が良くないんですけれどもただここのメンバーはですねそんなに。 今が旬ですごく強いっていう馬が揃ってるわけでもないんで、まあ、ネームバリューがある馬は結構いるんですけれどもこの条件でここで強いぞっていう馬はそんなにいないのでそういったことを考えるとレース展開の綾やだとかそういったことで他の馬たちが潰れてくれればのんこの夢が勝ちきる可能性もなきにしもあらずかなっていうふうに思いますね。ななののででで全くの無視はできないんですが、 それでも人気してる中で今ののんこの夢を見ると思い印を打ったりだとかあまり期待はできないなっていう風に感じてます。西にし西んもののふはですね全然人気ないんですがこの馬は結構いい馬ですよ前走のネギシステークスはですねスローの瞬発力勝負の中で待ち過ぎたところがあります。 この西剣モノノフはです、ね、右回りだと結構いい競馬することが多いんですが左回りだとそんなに瞬発力を使えないところがあって前奏のようなネギシステックスのような展開になった時っていうのは早めに仕掛けて自分で競馬を作るぐらいじゃないと瞬発力勝負だと分が悪いんですよね。なのでネギシステックスに関しては能力を出し切れなかったっていうふうに捉えた方がいいですね。 でも,うで,すね、でもですね1600メートルに距離が伸びるんですよねどちらかというともうちょっと短い方がいいんでしかもそんなには左回りは良くはないんでそういったことを考えるとまあここ一発で強気の競馬ができるかっていうところですねまあどハマりした場合っていうのは錦もの歩は来ても驚きはしない馬ですよっていう程度で。 捉えていいただければっていう瑛心、ね、バッケン瑛心バッケンは前奏のネギシステックスなんか見てても今が旬なんじゃないかなっていうふうに感じちゃいますね馬がその気になってるというかレースに行ったらある程度信頼性がおけるそういったような馬になってきてるかなっていう感じですねまあ確かにそこまでの瞬発力はないですし 距離的にもちょっともうちょい短い方がいいかなっていう感じはあるんですが、まあ、g 1でもありますしある程度ペースが流れる可能性あとは他の馬たちが無駄足を使ってくれる可能性ありますしそういった中でこの馬が気分よく回れてきた場合っていうのは突っ込んでくる可能性あると思いますね。前走のネギシステックスも直線向いて2回ほど前が詰まったところもありましたしまあその中でも自分から馬群を終わるような感じで。 しっかりと最後まで走ったそういったようなメンタルの良さっていうのはもしかしたら今回波乱を呼ぶそういったような競馬につながる可能性はありますね。キングズガードキングズガードはネギシステックスの時に行ったんですけれどもこの馬衰えてますねちょっと馬の作り方が合わないのかそれとも年齢的に衰えてきているのか 筋肉の質が落ちてますほ、ねまあ、本当に条件戦とかで勢いのあった時っていうのは躍動感があってスパンと切れる感じがあったんですけれども今のキングズガードは追い切りなんか見てても友が流れる感じというかちょっとバネを感じないようなそういったような感じの走りでまあ小さくまとまっちゃったかなっていうところですね。まあ、それでも そういった中でも前走それなりの走りを見せてましたしまあ遠心バ,バッケンと同じで g 1の流れの中で他の馬たちが無駄足を使ってくれた場合っていうのははまる可能性はなきにしもあらずかなっていうところですねなんかコメントなんか見てると打ちつきをするとかそういったようなコメントも見かけましたしまあ一旦打ちをついてどっか広いところに出せればっていう。 そうういいったような感じでハマるる可能性はあると思います、ね、ケイティ・ブレイブケイティ・ブレイブは、まあ、ゲート出ればというか、まあ、もしかしたら強引に花切る可能性はありますね。美雪騎手が強引に花切ってくれた方が G1 の流れになりやすいかなっていうところがあってできれば切ってほしいなっていうふうに思いますね。あのーまあ、それでも マイルの G1 を逃げ切るっていうのは簡単ではないですしというのはやっぱりある程度ペースが流れたりだとかその緩急を使ってうまくペースメイクでごまかすっていうことが簡単ではなくなってくるんでその分 KT ブレイブにとっては厳しい競馬になる可能性が高いんですけれどもある程度1等分2等分ばらける感じで逃げれた場合ノーマークで逃げれた場合っていうのは もしかしかかたら残るる可能性はあるかなっていう感じですね馬体、まあ、面は中距離タイプではあるんですけれどもそれでも能力素質は感じるような馬ですんでなので、まあ、あまりにも楽な競馬になった場合っていうのは可能性としてはなきにしもあらずかなっていう程度ですね。インカンテーションインカンテーションは競馬評論家の人たちなんかは追い切り映像なんか見て。 衰えが見られないっていう風に言ってる人結構いるんですが僕はインカンテーションの一番いい時を知ってますんでそれと比較するとやっぱり躍動感がないですしまあ衰えはあると思いますそれでもですね前とと比べるる確実に上昇はしてるんですよね。まあ、一番いい時のインカンテーションだったら能力的に数値をつけるとすると75以上は つくそういったような馬だったんですけれども、まあ、衰えということを考慮してそれで現時点でのインカンテーションとして最高の出来だった場合それはちょっとパドックでバターを見てみないとここの一叩きでどれだけ変わってるかわからないので、まあ、一番いいイメージを持ったとしても70ぐらいかなっていうところですね。と、まあ、といいううことはは展開によって他のの馬たたちが潰れた場合っていうのは 掲示板以上あってもおかしくないレベルっていうことなんで、なので、不浄化コータ機種は今油が乗ってる機種でもありますし、まあ、ドハマりすれば掲示板以上あってもおかしくないかなっていう程度では考えてますね。基本的には厳しいかなっていうふうに思ってるんですが、っていうところです。最後に僕の馬券の買い方についてなんですが、G1 レースってやっぱり、 普段馬券を買ってない人も買いますし語呂合わせとか名前の響きとかそういったので買うところもあってそれでベストウォーリアは4番人気か5番人気ぐらいなんですけれどもベストウォーリアからでも生まれんってあんまりつかないですねまあそういったことを考えると手広くいくよりかは副勝を買った方が賢いかなっていうところがありますんでなのでまあベストウォーリアが硬いとは言えないんですけれども期待を込めて。 ベストウォリアの副賞集めの単服で行こうかなっていう風に思ってます。で、まあ穴っぽいところはエイシンバッケンとかサウンドツルーこの辺はそんなに人気してないんでウマレンとワイドはちょろちょろっと抑えてっていう感じになるかもしれないですね。でも回収率としてとにかくプラスになればいいやっていうことですとベストウォーリアそこまで人気してないんでウマレン前頭流しでも バラランススをううまく取ればプラスにはななるかなっていう感じの人気ですね僕は副賞メインで行くんですけれどもあとはそうですね僕はベストウォーリアーそんなに自信があるわけではないのでなのでもちろん皆さんは自分でお好きな馬を選んで自分で考えて勝ってくださいねまあ結構今回はいいメンバー揃ったんですけれどもただ今がピークっていう馬もそんなに多くはなくて。 アポロケンタッキーとかミツバとかグレンツェントとかいろいろとここに出てない有力馬たちもまだいますし、まあ、ここの条件が合うかどうかともかく、まあ、今後はもっと強いメンバーが G1 地方交流重賞所には出てくるかなっていう感じはありますね、まあ、今回も面白いレースになってくれればいいなっていうふうに思うんですが以上です吉本興業 ABCDEU 加減というコミの東野昴郎と申します失礼します